ライトギターミュージックスクールのギター講師をやっています良一郎です。今回の動画ではモノアイズのフリースローをワンコーラス分解説していこうと思います。まずはイントロを解説していきたいと思います。イントロのフレーズは開放弦をうまく活用したフレージングになっています。まずギターから始まるんですが、こんなフレーズですね。このようなフレーズから入ります。使っているのが5弦と4弦になります。で、開放弦は5弦です。5弦の開放弦、これが常になっている状態で弾きます。そして4弦の5フレットを人差し指、4弦の7フレットを薬指という形でフレーズを弾いていきます。一番最初がこういう風に入るんですけども、ハンマリングを使います。どのように弾いているのかというと、5弦の開放と4弦の5フレット人差し指で押さえて、5弦と4弦をまず同時に鳴らします。そしてそこに薬指を4弦の7フレットにハンマリングをします。そうするとこのようになります。このフレーズから始まります。そしてその次、この4弦の7フレットに薬指を置いた状態のまま、また5弦と4弦を同時に2回鳴らします。という風に鳴らします。で、右手はダウンダウンと弾きます。これを最初からつなげて弾くとという風になります。右手は全てダウンストロークで大丈夫です。そしてその後にまた最初に弾いたハンマリングのフレーズ、これを足します。なので、これで1小節分になるんですけども、これをつなげて弾くとという風になります。右手は全てダウンストロークで大丈夫です。ワン、ツー、スリー、フォーという風になります。そして今度2小節目がという風なフレーズになります。最初が5弦の開放、4弦の7フレットを薬指を置いている状態で、これを3回弾きます。1、2、3と弾きます。そして、3拍目の裏で4弦の5フレットを人差し指に置き換えて、ここはアップストロークで弾きます。ですので、ここは1、2、3、4という風になります。これを2小節つなげるとこのようになります。これを2回繰り返すような形になります。このようになります。そしてこのフレーズを弾くもう一つのポイントとしては、右手のストロークです。コードストロークのように大きく振って弾くようにしてください。5弦と4弦だけを弾くわけなんですが、細かくっていう風に弾くのではなくて、このように大きく振って弾くようにしてください。その際に注意しないといけないのが、5弦と4弦以外の弦をしっかりミュートをしてあげないといけません。6弦だったら親指、3弦2弦1弦の部分だったら人差し指の腹なんかで、しっかりミュートをして、5弦と4弦だけが鳴る状態にして大きく右手を振って弾くようにしてください。そして、その後にバンド全体の演奏が入ってくるんですけども、ギターのフレーズがこのようなフレーズになります。今度はですね、3弦と4弦を使って弾くようにします。これも同じように開放弦を含んだフレーズになるんですけども、今度開放弦は4弦の開放弦を常に鳴らしながら弾くフレーズになります。なので、押さえるところは3弦ですね。3弦を押さえていくような形になります。じゃあまず最初という感じで入るんですけども、最初が、4弦の開放弦、それと3弦の7フレット人差し指で押さえている状態で始まります。そして薬指でハンマリングをします。3弦の9フレット、ここはハンマリングですね。そしてその後、この薬指をそのまま置いている状態のまま2回弾いて、またこのハンマリングのフレーズを入れます。なのでこれをつなげるとという風になります。そしてその次がという風にきます。
4弦の開放と3弦の9フレット薬指で押さえている状態で、これを3回ダウンで弾いて、そして3拍目の裏で今度は3弦の5フレットに人差し指を持ってきて4弦と3弦をアップストロークで弾きます。このようになります。これをつなげてみるとこのようになります。そしてその次がまたというふうなフレーズが来て、その後にというように今度は、さっき下がったのが今度は上がるわけなんですけども、上がってる場所が3弦の12フレットを薬指に置いて、同じように弾きますというような感じですね。3拍目の裏で、アップストロークで弾きます。このようになります。そしてまた同じフレーズが来ます。そしてその次がというふうに来ます。ポジション移動が激しいフレーズになっています。最初の入り方は同じなんですが、今度は4拍目の裏のタイミングで3弦の14フレットまで薬指を持ってきます。そして、右手はアップストロークですね。このような形で8分音符でオルタネートストロークをします。そして、3拍目でこっちにまた戻ってくるんですよね。戻ってくるのが3弦の9フレット薬指をこれを2回ダーブで弾いて、そして7フレット人差し指に置き換えてまた2回ダーブと弾きます。これをつなげるとこのようになります。そしてその次がまた同じフレーズですね。そしてというような形になります。前半はまた同じで後半もほとんど一緒なんですが、一箇所ブラッシングがというふうに入ります。という感じですね。ここが3拍目のまず頭のタイミングでブラッシングをダウンで入れます。そして裏でアップストロークで弾きます。その時は3弦の12フレットを薬指で押さえるようにしてください。このようになります。そしてまたその後に同じフレーズが来て、そしてその次がというふうにいきます。ここもさっきのフレーズとほとんど一緒なんですが、この3弦の14フレットですねに薬指を持ってきた後に今度は3弦の7フレット人差し指で押さえてダウンアップダウンアップと弾きます。そしてその次ギターだけになってこのフレーズを弾いて歌が始まるというような流れになっています。
では A メロの解説をしていこうと思います。で、今回 A メロはですね、前半と後半で、フレーズを変えています。前半がパワーコードを使ったブリッジミュートのフレーズ、後半がアルペジオのフレーズになっています。実際はですね、このブリッジミュートの前半のフレーズをもう一度繰り返して、その時にかぶさるようにアルペジオが乗っかってくるんですけども、今回はその前半と後半で分けて、解説をしていこうと思います。ではまずは前半のブリッジミュートのところの解説をしていこうと思います。最初に出てくるコードが C のパワーコードです。押さえる場所が5弦の3フレット人差し指、4弦の5フレット薬指で押さえます。このパワーコードを使います。このパワーコードを使ってブリッジミュートをします。このような形で、これを8分のタイミングでダウンピッキングで弾いていきます。これを2小節分弾く形になります。どのような形になるかというと、1、2、3、4、1、2、3、4というような形になります。そしてその次、G のパワーコードになります。 G のパワーコードの押さえ方は6弦の3フレット人差し指、5弦の5フレット薬指で押さえた形になります。これが G のパワーコードです。これもまた同じようにブリッジミュートをして8分のタイミングでダウンピッキングで2小節弾いていきます。1、2、3、4、1、2、3、4、このようになります。そして今度は A のパワーコードを弾きます。で、弾き方はまた同じです。A のパワーコードは6弦の5フレット人差し指、5弦の7フレット薬指に持ってきます。そして1、2、3、4、1、2、3、4と弾きます。そして今度は F のパワーコードです。 F のパワーコードは6弦の1フレットを人差し指、5弦の3フレットを薬指で押さえます。これが F のパワーコードです。で、ここも同じように弾きます。2、3、4、1、2、3、4というような形です。これをつなげると、というふうになります。で、この今弾いたブリッジミュートのフレーズをもう一回弾くわけなんですが、後半はアルペジオのフレーズを解説していこうと思います。アルペジオのフレーズが、このような、フレーズになっています。押さえ方がですね、4弦の5フレットを薬指、3弦の5フレット小指、2弦の3フレット人差し指で押さえる形でアルペジオを弾きます。4弦、2弦、3弦の順番で弾きます。で、右手は全てダウンピッキングで大丈夫です。ここで注意しないといけないのが、このフレーズは2拍目から引き出します。なので1拍目は休符になってるんですね。じゃあどういう風に弾くのかというと、1、2、3、4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 というような感じになります。なので最初の1のタイミングは休符で、2のタイミングで弾き始めて、で、繰り返すタイミングでまた1のところはカラーピッキングをちょっと入れてあげるとリズムを取りやすいと思います。これを、ずっと繰り返す形になります。8回繰り返しているような感じになりますね。では B メロの解説をしていきたいと思います。 B メロもですね、パワーコードを主体にしたフレージングになっています。最初ブリッジミュートから始まります。 E のパワーコードのブリッジミュートです。 E のパワーコードは6弦の開放、5弦の2フレット人差し指で押さえる形になります。これをまた8分のタイミングでブリッジミュートをします。で、1小節弾きます。そして今度 F のパワーコードに変えて、
F のパワーコードは6弦の1フレット人差し指、5弦の3フレット薬指ですね。でここの弾き方は最初はブリッジミュートをかけておいて、ブリッジミュートを解除していってだん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 盛り上がるような弾き方をしてください。どのような形かというとこのように弾きます。その前の小節からつなげて弾くとこのようになります。はい、でその次が G のパワーコードですね。6弦の3フレット人差し指、5弦の5フレット薬指で押さえる G のパワーコードです。これが出てきます。これも8分のタイミングで弾きます。でここはもうブリッジミュートを完全にせずにストロークを弾きます。でここは、その前がずっとダウンできているので、ここもダウンで弾いてもいいんですが、まあオルタネートに置き換えて弾いてもいいかなというふうに思います。自分はですね、オルタネートで弾きました。じゃあこの B メロを最初からつなげてみると、このようになります。はい、では最後にサビの解説をしていきたいと思います。こちらもパワーコードを使ったフレーズになっています。で、今までもパワーコードを使ってきたんですが、最後は3本の指を使ったパワーコードでやっていこうと思います。1つ、音数を足した形のパワーコードですね。人差し指、薬指、小指を使ったパワーコードで弾いていきたいと思います。じゃあまず最初に使っているパワーコードが F のパワーコードです。押さえ方が6弦の1フレット人差し指、5弦の3フレット薬指、4弦の3フレット小指で押さえた形で弾きます。この F のパワーコードから始まります。そして右手の弾き方がこのようになります。最初の3拍目までは全てダウンで弾きます。そして4拍目で8分音符なのでダウンアップと弾きます。なのでこれをつなげると1、2、3、4というふうになります。そして2小節目がっていうふうに弾くんですけれども、2小節目の1拍目は8分音符なのでダウンアップで弾いて、次ダウンダウンと4分音符で弾いて、また8分音符で最後4拍目ですね、ダウンアップと弾きます。なのでこのようになります。この、パターンになります。基本的には前半は全て右手のパターンはこの弾き方になります。そしてその次のコードが C のパワーコードです。C のパワーコードの押さえ方が5弦の3フレット人差し指、4弦の5フレット薬指、3弦の5フレット小指で押さえましょう。この形でまた2小節先ほどと同じパターンを弾きます。このようになります。そしてその次 G のパワーコードで弾きます。 G のパワーコードは6弦の3フレット人差し指、5弦の5フレット薬指、4弦の5フレット小指で押さえます。そしてまた同じように弾きます。そしてその次がというふうにいきます。コードは A のパワーコードを使います。
A のパワーコードの押さえ方が6弦の5フレット人差し指、5弦の7フレット薬指、4弦の7フレット小指で押さえます。この形でまた同じように弾くんですが、2小節目はですね、休符が入ります。というふうな形で1拍目弾いた後は、パッと音を止めて、休符を入れるようにしてください。このような形です。そしてサビの後半も同じコード進行にはなるんですが、ノリが変わります。疾走感が出るんですね。なのでそれに合わせて右手のストロークパターンも変えます。このようなストロークパターンに変えます。じゃあどのように弾いているのかというと、まず1小節目ダウンダウンダウンアップダウンアップと弾いています。そして2小節目がダウンアップダウンダウンダウンアップというような形で弾いています。これをつなげるとこのようになります。というような流れになります。